この3人と 4P できる女の子募集したら引っかかるんですかね。いや、それやばいっすよ。俺も3人女の子マジが。言ってるじゃないですか、僕文集にも載ったんですけど、奴隷がいっぱいいるんですよ。あ、言ってたね。僕多分全部で奴隷がおるわ。いや、これね、ガチな話、全国からして〇〇ぐらいです。もう養成学校じゃない。もう、すごいことになってるね。いや、俺も 3P やった時に言うたのが、俺なんか一夫多妻制を狙ってたんですよ。ああ、でガチで女の子2人と同棲しようと思ってたっすね、この間。で本気で試そうとしたんですよ。で断念した理由が一つあって、まあ、ちょっと銀太似てるかもしれないけど、俺寝返り打てないもん気づいたんですよ。寝る時に両方に人がいるあまり寝返り打てなくて、起きた時に不眠症で仕事できなくて断念したんですよ。それそこの野望、好きな女が2人おるっすよ。あ、2人いて寝返り打てないから。そうっす、それがやめた理由。理由でしょ。女の子だったらどういうあれなの。え、どっちも知らないってこと。あ、どっちも知らん状態から仲良くなったみたいな。仲良くなんの。だってお互い可愛かった。結局橋本環奈とチューできるっていう感覚、女の子も別に持っとる。え、女の子同士でもチューさせんの。そう。